はい、皆さんこんにちは、ななみです。今日はユニクロの購入品を紹介したいと思います。はい、こんなにいっぱい買ってきました。いや、今期行ったんですけど、すごい可愛い商品たくさんあったので、いろいろちょっと買ってみたので紹介していきたいなと思います。たくさん買っちゃいましたけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。ベーシックに使えるものから、なんかコラボの商品とかもあったんで、そういうのも買ってみたので紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1着目、まあベーシックなんですけど、じゃん、タンクトップ。これエアリズムのタンクトップ、黒タンク買いました。でこれがカップ付きになってます。夏は女の子めちゃくちゃ嬉しいカップ付きのタンクトップ。毎回こう夏さらっと着ることが多いんだけど、ものによってはこう下着が若干ここから見えちゃったりとかするデザインのものとかあるんですけど、カップ付きだとかなり楽ちんなので、夏結構私はカップ付きキャミ着るのが好きです。でこのユニクロのエアリズムのものを初めて買ったんだけど、すごいなんか生地も柔らかいし、めちゃくちゃ肌触りもいいなと思ってます。はい、じゃん、ミニティー。これがリブクロップドティー半袖ですの、グレーの色を買いました。ちょっとなんか普通にデニムに合わせたりしても可愛いし、なんかちょっとおへそ見えるか見えないかぐらいのサイズ、私は今回 M を買ったんですけど、なんか S だとちょっとこの二の腕のとこが短かったんですよね。私結構二の腕太いんで気になるから M にしました。はい、あと次がじゃん、タンクトップ、リブタンクトップ、色がグリーンになります。かわいい。もうね、夏はデニムとタンクトップあれば正直もう乗り越えられると思うんだけど、それぐらいもう普段タンクトップよく着るの で、ユニクロのタンクトップ私毎年結構買ってるんだけど、前とかはここがなんかレースになってるデザインとかもあったんだけど、なんかちょっと大人になってからこういうシンプルなタンクトップの方が好きで、なんかさっきの黒のやつもそうなんだけど、シンプルめのタンクトップを買ってみました。あのさっきの黒のキャミのエアリズムのよりかは、こうなんか伸縮性はちょっとない。さっきのこのエアリズムのこっちのタンクトップの方がすごい伸びるんですよね、生地が。で、まあ、カップはついてないデザインの、これもすごい形も可愛くて色も可愛かったので買ってみました。タンクトップが続くんだけど、これコラボ商品のエアリズムのタンクトップを買いました。私エアリズムって使ったことなかったんですけど、実はこのカップ付きのブラはもう使っていて、初めてエアリズム買ったんだけど、なんかすごい肌触りもいいし、汗かいても本当にすぐ乾くのですごい良かった。エアリズムはあの汗かいてもすぐ乾いたりとか除湿をしてくれたりとかするので、夏とかすごいいいなんか生地なんですけど、これもエアリズムのタンクトップになってて、色がちょっとブラウンというかオレンジっぽい感じの色買いました。で生地がね結構薄めかな、これはだいぶ結構手とか中にちょっと着ないと透けちゃうかもしれないぐらい薄い感じになってるんで、まあ、下着の上にちょっと薄手のあのタンクトップとか着た方がいいかもしれない。それかあのブラトップとか、一番この紹介してきたタンクトップの中で生地的には薄いんですけど、すごい夏さらっと羽織ったりとかしたら可愛いです。なんかロングワンピとかの上にさっと着たりとかしても可愛いかなと思って買いました。色もすごい可愛いけど、トップスでちょっとコーデを軽く紹介したいなと思います。黒のタンクトップに結構これデニムとかじゃなくてラフなこのブラックのズボンと合わせて、こういう時も結構このオールブラックとかはあのおしゃれで見えるし、私もよくします。オールブラックの時とかはちょっと存在感あるサングラスとかつけたりいつもしてます。なんか結構シンプルだけどサングラスがワンポイントになって
シャレに見えるので、こういう感じで、あとすごいサラッとしてるし、一番こう肌触りが好きでした。このエアリズムのねカップ付きタンクトップ、もうちょっと色もいっぱいあったので買おうかなと思いましたね。リブ T シャツ、丈も M だとほんとこんぐらいで、デニムがちょっとこれがおへそここら辺なんだけど、ハイウエストになってるんで、ハイウエストデニムと合わせて M だとお腹の露出がこんぐらいなので、なんかちょっとこういう短い丈のチャレンジしたいなって、でもなんかお腹結構見えるの恥ずかしいみたいな方がいたら、この M サイズだとこの丈感がそんなに短すぎず、まあ、ナチュラルに着やすいんじゃないかなと思います。最初に、でこれも今日ちょっとこのねデニム合わせたんですけど、こういうシンプルなデニムと合わせてもすごく可愛いと思います。シンプルだけど可愛いカジュアルコーデになると思います。リブタンクトップ、これパッド入ってない方のタンクトップです。これもシンプルにデニムに合わせたりとかするとすごくこれだけで可愛いです。で首元結構開いてるんで、これアクセサリーとかつけてあげるとすごい可愛いと思います。色味もめっちゃやっぱ夏らしくて爽やかな色味なので、このグリーンすごい可愛かったですね。旅行の時とかもだいたいこういうあれかな、海沿いとか行ったらこういうシンプルな楽な服装で行くことが多いです。これもトップス、さっきと、デニムは変わってないんですけど、白シャツとかを羽織ってあげてラフに着たりとかしても可愛い。でこれがなんか一番薄い生地ってやつなんだけど、薄い生地だからインナーとして結構着たりしてもすごく使いやすいんじゃないかなって思いました。色も可愛い。私あのブルベ冬なんだけど、ブルベ冬って結構こういう色あんまり似合わなかったりとか、どちらかというとイエベ向きだったりするんだけど、全然ブルベでも着れるようなちょっとオレンジっぽい茶色っぽい感じのタンクトップになってます。はい、でまた購入品の続きなんですけど、じゃーん、ノースリーブのリネンのワンピースです。で全部前がこうボタンになってるものになってて、こう羽織ったりもできるしワンピースとしても着れるっていう、すごい可愛いで、生地もこのリネンの生地になってます。でこれ色がブラックの他に、白、ホワイトとグリーンかな、確かあったので、これ本当にすごい可愛くて、実はじゃん、これ今ボタンこっち取ってあるんだけど、前開きになるんで、まあ例えばだけどこうやって羽織ったりしても使える、すごい可愛い。これもこうやって使えて、こういう紐もあるんでここでちょっとキュッと締めてきたりとかもできる。すごい色味も可愛いなと思って、黒とグリーンどっちにしようかなって悩んだ結果どっちも買っちゃいました。でも絶対すごい使えると思うからね、かわいいな。これが値段が4990円だから2着買っちゃいましたね。5000円以下だったんで悩んだ結果ちょっとどっちも買っちゃおうと思ってどっちも買っちゃいました。ワンピース2着目、これは結構かなりラフなワンピースになってるんですけど、これがマンセライズコットン A ラインワンピース、A ラインのワンピース、あとでまた全身着た時に分かると思うんだけど、結構すごいしっかり A ラインになってて、で生地的にはすごいコットンで柔らかくて、これもなんかカジュアルだけどちょっと大人っぽく着れるようなワンピースになってると思います。本当になんか一着でさらっとも着れるし、上にこうシャツとか羽織っても可愛いし、あとはなんか旅行とか行く時とかに結構こういうの大活躍するので、これを買ってみました。じゃん、小物バッグ、これレザータッチミニツールショルダーバッグ、黒と白がありました、あって私は白にしました。悩んだけどなんか黒のバッグいっぱい持ってるから今回は白に、で値段が1990円、これ紐もついてて、中もこんな感じ
まあ普通に結構入ると思う。あの財布とリップと携帯と、なんかちょうどいい、私ちっちゃいバッグ好きなんで、すごいちょうどいいサイズのショルダーバッグ、レザーのありました。でサイズもこれが一番小さいサイズで、多分もうちょっと大きいサイズの展開とかもありました。じゃん、サンダル、アミアミサンダル、これブラック、これも白とブラック、ホワイトとブラックあったんだけど、悩んだ結果まあ黒が一番使いやすいかなと思って黒にしたんだけど、私は M サイズの24センチまでのサイズにしてみました。ここのね底なんだけど、結構ここが硬いと履きづらかったりするんだけど、ちゃんとしっかりかかとの部分とか柔らかいので履きやすいんじゃないかな。で厚さもこんな感じ、ヒールの厚さそんなに高すぎなくて、すごいさらっと履けて可愛いなと思って買ってみました。ちょっと着用していきたいと思います。さっき紹介したリネンのワンピースになります。これあのグリーンのはさっきちょっと軽く羽織ってみたりしてるんだけど、これ全部ボタン閉めてベルトもついてるんで、ベルトでちょっと留めてワンピースとして着てます。でサンダルとバッグも、これさっきユニクロの可愛い、しかもこれねなんと歩きやすかったです皆さんめっちゃ歩きやすいの、サンダルって重要だと思うんだけど、ここも下もふかふかだし、この紐のってねこういうさなんか痛くなんないかなっていうの心配だと思うんだけど、全然痛くなかったです。でバッグもちょうどよくて掛けられるしね、こういう感じのコーデの時は軽く髪とかも結んであげたりすると感じとかもすごい好きです。よりちょっと大人っぽい感じになると思います。で私ちょっと骨格何とか分かんないんだけど、私的にちょっとここががっちりしてて二の腕隠したいなっていう気持ちにはなるんですけど、でもすごい可愛いワンピースでした。でさっきのバッグもサンダルもさっきのあのユニクロの紹介したバッグとサンダルになってて、まあ、こういうシンプルな時とかなんかこういうメガネとかかけてあげるとまた雰囲気変わって可愛いと思います。でさっき言ってた私がこの二の腕とか気になるっていうの、こういうシャツ系さらっと羽織ってあげたりしても可愛いです。これちょっと長いんで肩ちょっとズリッとさせてきたりしても結構可愛いと思います。あとなんか生地感もしっかりしてて、なんか涼しいんだけどあのペラペラじゃないから全然1枚でさらっと羽織れると思います。はい、ってことで今回私のユニクロの購入品を紹介したんですけど、どうでしたか？すごいあの可愛い商品もたくさんあったし、おすすめもたくさんありました。で今回ちょっとねあのパンツ下ね、まあ、トップスとワンピースしか選ばなくて、パンツがちょっとあの悩みすぎて選べられなかったんですけど、またユニクロとか行った時に全身コーデ組んでみたりとかしたいと思います。でコラボ商品とかもすごいたくさんあったし、あとはなんかねこうカップ付きのブラとか、やっぱこうこれ欲しいんだよねっていう商品がユニクロってすごいたくさんあると思うし、これからの季節こういうねワンピース1枚でさらっと着れるものとかもたくさんあってすごく可愛かったので、ぜひ皆さんもユニクロに行ってみてください。はい、ってことでまた更新するので楽しみにしててね。バイバーイ。